メダロット。それはテクノロジーが生み出した全く新しいロボットである。ティンペットと呼ばれる基本フレームに人工知能メダルを搭載。さらに様々なパーツを合体させることによって無限の能力を引き出すことができるのだ。これだロボ。間違いない。確かにレアメダルだロボ。素晴らしいロボ。夜空を照らす月光も満天の星のきらめきも、メダルの聖なる輝きをこの私の目からは隠せない。何者だ。人呼んで愛のメダルハンター、怪盗レトルト。このレアメダル、怪盗レトルトが確かに頂戴した。さらばだ。おい、やつら！うまくいったようだな。これがレアメダルか。私が勝ったら、あの生徒会室は私たちスクリューズがいただくよ。うるさい。生徒会長として校則を破る者を見過ごすわけにはいかん。今日こそ決着をつけてやる。ビビってんじゃねえのか、生徒会長さんよ。何を。親瓶は強いんだぞ。親瓶にかかったらお前のメダルとなんか鼻くそ一緒に丸めてポイだしねえ。親瓶の親瓶って呼び方やめな。はいはい、新聞部です。ちょっと通してくださいね。遅いぞ、アリカ。一気、あんたいつの間に。それではこれより真剣ロボットバトル、ロボトルを開始します。私、世界メダロット協会 A 級ロボトル公認デグリーのミスター・ウルチです。
簡単。互いのメダロットを戦わせ、先に相手の機能を停止させた方が勝ちです。そして勝った方は負けた方からパーツを一つもらい受けることができます。よろしいですか？いいわ、望むところで。それではロボトルファイト。すごいスピード、かわすのがやっとだわ。妙だな。え、左腕パンチダメージ発生、ダメージポイント100、機能停止、機能停止。ドクタースタディは本来サポートタイプのメダロットなんだ。足は速いが攻撃力はない。だからあんなダメージを与えられるはずはないんだ。とどめだ、ドクタースタディ。ジャンプよ、ペッパーキャット。だったわ。そうでもないさ。え、あのペッパーキャットはスピードを上げるために相当走行を削ってるんだ。当たりどころが悪ければ最初の一撃でやられてたよ。まあペッパーキャットをあんな風に改造するなんて菊姫も少しは考えたらしいけど、全然バランス悪いよな。俺ならガツンとやっちゃうね。へえ、そうなんだ。ずいぶんと偉そうな口聞くじゃないの。なんなら私と勝負してみる、一騎。そりゃかわいそうっすよ、一騎はメダロット一個も持ってねえんすから。ああ、そっか、そうだったね。いやごめんごめん。しかし今時メダロット持ってないなんて天然記念物並みよね。笑うな、俺だって今度買ってもらうんだからな。おほ、今度っていつ？今度は今度だ。今度は今度、それは窮地に追い込まれた者だけが使うことを許される曖昧かつとってもいい加減な逃げの言葉である。さあ帰ろ帰ろ。コンビニでも寄ってきやすか。いいね。確かに今時メダロット持ってないなんて一気ぐらいのもんよね。それって小学生としてどうかと思うわ。うるさいな、自分の小遣い貯めて帰って、うちの母さんの方針なんだよ。ん、よ、もう決まったかい？顔覚えられてるの？ここんとこ毎日寄ってるから。これなんかどうだい？最新型の CAR タイプ、火力とスピードを兼ね備えた優れものだ。で、こっちは火力重視の BMT タイプ、飛行型の BLN タイプなんかもあるぜ。女の子向けのメダロットなんだけど、こっそり持ってる男の子も多いらしいぞ。欲しいのは山々なんだけど。予算はどのくらい？それが、そりゃ絶対無理だ。ワクン、お、待てよ。あった、これこれ。これなら売ってあげてもいいよ。あの展示品のティンペットとセットでね。でもメダルは別売りだぜ。これ初期型の KBT タイプじゃん。年代物じゃないのそれ。ちゃんと動くのかな。まさか売れ残りじゃないわよね。不良品かもね。そんなの売りつけようなんて信じらんない。ただでくれるってなら考えてもいいけどさ。調子に乗るな。あんな旧式誰が買うもんかっつーの。あんたあんなカッコ悪いメダロット買ったら絶好だからね。なんだそりゃ。ありかちゃん、あ、プラス。これは一輝さん、いつもアリカちゃんがお世話になってます。いいのよブラス、お世話してんのはこっちなんだから。なんだよ、マスターよりメダロットの方が100倍おしとやかじゃん。なんですって。そんなこと言うのはこの口か。アリカちゃん、ピアノの時間よ、急がないと遅刻しちゃうわ。あ、そうだった。
く早いとこお小遣い貯めてメダロット買いなさい。私とブラスがみっちり稽古つけてあげるからね。勝手なこと言ってくれるよ。はあ、どこかにお金でも落ちてないかな。ん？あ、よっ、っと、おお、500円玉かな。あれ、メダル、メダルだ、カブトメダルだ。やったー、メダロットのメダルが落ちてるなんてラッキー。メダルがあってもボディがなきゃ意味ないじゃん。ねえ、買ってよ。お小遣い貯めて買うって約束でしょ。メダロット持ってないのクラスで俺だけなんだよ。お父さんに相談してみたら。こら、ソルティ。最近真剣ロボトルを強要し、相手のパーツを奪い取るといういわゆるメダロット狩りが横行しています。怖いわね。メダロットなんか持ってたらあんたも狙われちゃうわよ。平気平気、俺なら返り討ちにしてやるね。へへ、新しいパーツ買っちゃった。これで明日親便にも自慢できるぞ。よう、いいメダロット持ってるじゃん。俺たちとロボトルしようじゃん。ただし真剣ロボトルじゃん。